ゴダールソシアリズムは2009年制作、2010年公開、ジャンリュック・ゴダール監督によるフランススイス合作の長編劇映画である。2004年の長編劇映画、アワーミュージック以来のゴダールの長編映画であるように受け止められている。しかし、フランスの制作会社ワイルド・バンチによる本作の公式サイトには当初、ゴダールのほかスイスの映画作家ファブリス・アラーニョ、 フランスで活動する映画作家ポール・グリバス、ジャーナリストのルーマ・サンバー、ペリフェリア社長で映画監督のアンヌ・マリー・ミエビル、撮影監督、ピエール・ワンジェリ、制作主任、ジャン・ポール・バタジアといった人物の名がディレクターとして挙げられた。カンヌ国際映画祭エントリーのアナウンス後、これらの固有名詞は、コダールとは別に、クレジット欄に引き続き、ディレクターとして挙げられている。 公式サイトによれば、物語は山岳賞からなる。主人公たちは、真実の、あるいは虚偽の神話的土地である、エジプト、パレスチナ、オデッサ、ヘラス、ナポリ、バルセロナの六カ所を訪れる。アメリカの女性歌手、パティ・スミス、フランスの哲学者、アラン・バデュウの出演がアナウンスされており、公式にリリースされているスチル写真にも映り込んでいる。出演は他に、 ニノの空等のフランス人女優のエリザベートビタリ。アフリカ系フランス人女優のナデージュ・ボーソン・ディアーニュと、オドレ・エストルーゴ監督の長編劇映画、ルガル・デモアに出演した、アフリカ系フランス人の舞台女優アイアイダラ。テレビアニメーション、シティ・ハンター、フランス語版や、ロバート・デ・ニーロの吹き替え声優として知られる、ベテラン俳優のモーリス・サルファティ。 マリー・アントワネット等への出演で俳優として知られる、スイスの舞台美術家、ジャン・マルク・ステーレ。ハーモニー・コリン監督の、ミスター・ロンリー・ミスター・ロンリーに出演した子役の、カンタング・ロセ。オムニバス映画、パリ・ジュテームの公演兄弟編に出演した子役の、キュリベール・エック。東大主の恋等の脚本家としても知られる、即興演劇の俳優、クリスチャン・ジニジェ。 パレスチナの歴史学者で、パリを拠点にする平和活動家のエディアス・サンバー。サンバーがフランス語訳したマフムード・ダルーイーシュの詩をミュージカルにしたレバノン出身の歌手、演出家のドミニク・ドバル。フランスの経済学者のベルナール・マリス、パリ政治学院教授で、テレビ番組、聖ンレールへの出演で知られる政治学者のドミニク・レニエ。パティ・スミスグループのギタリストのレニー・ケイ。 ロサンゼルスオリンピックで銅メダルを獲得した元テニス選手で現在、小説家のカトリーヌ・タンビエ。ブランパンのダイバーウォッチ、フィフティ・ファゾムスの開発で知られ、フランスのジェームズ・ボンドと呼ばれた、元フランス海軍軍人のロベール・マルビエラ多彩な面々が公式サイトでアナウンスされている。その他にも、勝手に仕上がれの大プロデューサー、ジョルジ・ド・ボール・ガールの孫娘、 アガタ・クーチュールが初出演。全編を通じて、鍵を握る少女、アリッサを演じる。また、ジャンポール・バタジアの娘のマリーヌ・バタジアも出演しており、第二学章のマルタン一家の長女を演じている。ウェブサイトフィルムデカルト上で2010年1月20日の公開がアナウンスされていたが実際には公開されておらず、同年5月12日同月23日に、 フランスのカンヌで開かれた第63回カンヌ国際映画祭のある視点部門にエントリーされワールドプレミア上映が行った。同時に、普通語タイトルがフィルムソシャリスマ、英語タイトルがフィルムソシャリスムに改められた。フランスでの劇場公開は同年5月19日である。フランス国内では公開に先行し、同年同月17日から18日、 フィルモ TV において、同国内に住所を持つユーザーに対し、7ユーロで、インターネット上で、ビデオオンデマンド公開を行った。同月25日、本作のダイアローグと、画像キャプチャー等で構成される書籍フィルムソシャリスマ、ダイアラックスアベックビジッチス・オターズを、フランスの出版社、POL が刊行した。コダール演出、編集による4分の予告編の字幕構成は、 下記の通り。映像は、新つまみのほかセルゲイ・ゼンシュテイン監督の、戦艦、ポチョムキン・や絵画が、写真が引用されている。102分ある本編前編を4分30秒、及び2分の高速で再生する形式の予告編を、公式ウェブサイト等でインターネット公開した。第1楽章、こんなことども、第2楽章、どこへ行く、ヨーロッパ、第3楽章、 我ら人類、ありがとうございます。